はい、どうもこんにちは。 FM88.7 メガヘルツ真っ昼間の昼ごと、本日も始まりました。イエイ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 。ということでですね、こちらの番組のパーソナリティは、埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動しています、サニークラッカーというバンドのボーカリストメルカ担当しております。よろしくお願いします。ということで本日のね、お題ドドンという感じなんですが、2020年歌ってみたまとめその4ということになっております。そうなんですよね、コロナ禍になりまして、私歌ってみた動画とか弾いてみた動画みたいのを毎日毎日約1年間ちょっとぐらいですかね、毎日ねアップロードしていたのですが、まあ、その時にねたくさん見てもらった動画をねちょっとね、個人的なランキングにして、12位からどんどんやっていこうかなみたいな企画をこの2月にやっていたんですよね。しかしながら大変なことに気づいたんです。改めて再生回数を見ていたらですね、間違ってはいなかったんですよ、間違ってはいなかったのですが、改めて再生回数を見たら、12位が2つあったんですね。確かね、あの森高千里さんの曲をね、あの一番最初流したのですが、全く同じ再生回数で、違う曲がもう1曲あったので、今日はですね同率12位の曲とね、321とね、4曲流していこうかななんて思っております。まあビルマの独り言ね、基本的に3曲ぐらいで、番組ね30分使うことが多いのですが、4曲流すってね久々ですね。あの短い曲をね、ばかり集めた日があって、まあ、その時はねさすがに4曲流したのですが、今日はそこそこ長い曲もある中で4曲流すっていう、結構ねタイムアタックな感じになると思いますが、皆様今日のタイムアタックもね楽しんで聴いていただけたらなと思います。ということでですね、同率12位のね再生回数だったジッタリンジンさんのコールミーっていう曲があるんですよね。で、僕この曲めちゃくちゃ大好きなんですよね。で、シングル曲でもないですし、アルバムの中でのピックアップ曲でもなかったような気がするんですが、あの公式の YouTube ではこの曲があるんですよね。まあ、何かというと、ライブ映像が公式の YouTube で上がっているんですよ。で、まあ、その時のセットリストに入っていたというね感じなんですが、この曲本当に可愛らしい曲なんですよ。で、素敵なね曲なんで、ぜひとも聴いていただきたい。そしてやっぱりジッタリンジンさんというとね、夏祭りのねイメージがあるかななんて思いますが、それ以外の曲もめちゃくちゃかっこいいんですよ。なのでこれを聴いてですね、他の曲もねいろいろ知っていただけたら嬉しいななんて思っております。ということでがっつりと聴いていただきましょう。本日の1曲目はジッタリンジンさんでコールミー。はい、ジッタリンジンさんでコールミーでした。めちゃくちゃかっこよくてスピーディーでね、ポップで、しかもね一回聴いたら次の時にはもう歌えるみたいな感じのね、もう本当にポップでキャッチって言えばいいんですかね、素敵な楽曲でした。で、中にはねリン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 とかいうねパートもあったりして、もうねいろんなね、楽しむところがね満載の曲なのかなって僕は個人的には思っております。またね、その YouTube とかにもね、この曲の原曲というかね、ライブバージョンがありますので、ね、あの、私の、X、ね、真っ昼間の独り言から宣伝させていただきますので、ぜひとも聴いてほしいなと思っております。ね、YouTube でね、見てる場合は、こちらの概要欄にね、貼ってありますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、2020年歌ってみたまとめ4ということで、ね、これからね、アクセスしていただいた数が多かった321ってね、ポンポンポンってやっていこうかなと思います。で、あの実はですね、あのこれから流す曲はミッシェル・ガルファントさんのキラービーチっていう曲なのですが、この曲確か僕真っ昼間の独り言の初回の放送の時に僕流した気がするんですよね。で、このねお話をちょっと覚えていただくと、ちょっと後でねデジャブって思うようなね、瞬間があるので覚えておいてほしいのですが、あの次流す曲はおそらく、真っ昼間の独り言、初回で流した曲です。で、この曲ね、あのミッシェル・ガレファントさんは基本的にね、あのノリノリになれるロックみたいなね曲がね多いのですが、このようにちょっとね揺れながら聴くような曲っていうのはあんまりなかったりするんですよね。まあ、あるっちゃあるんですけども、あるっちゃあるんですけども、こういうねポップでロックな、感じの曲っていうのは、まあ、さほど割合的には多くはないのかなと思います。ね、バラードとかだったら別な話になっちゃうんですよね。
なのでですね、こういうね曲もね聴いていただけたら嬉しいななんて思います。でこの曲はですね、あの曲の後半がですね、あのギターソロみたいな感じになってるんですよね。楽器で随分とね音が鳴って終わるみたいな形になっているので、またこういう楽器の鳴り方のね楽しみ方とかもねいろいろ楽しめるのかななんて思いますので、最後の最後までねがっつりと聴いていただけたら嬉しいななんて思っております。ちなみにですね、このミシガンエレファントさんのキラービーチっていう曲と、とある曲がですね、あのライブハウスの公開リハーサルの様子を、録画してアップしたんですよね。でそれが僕の中でのいわゆる歌ってみた弾いてみたの始まりだったんですよね。でなんかその公開リハーサルの時は自分の曲をやるのではなくて、僕のね好きなアーティストのリスペクトの思いをね、込めて、まあ、歌おうかななんて思って始めたことだったんです、実は。なのでですね、なんかこうやって、好きなアーティストの動画をねたくさん見ていただけたりとか、コメントもねこれいただいたんですが、まあ、とても嬉しいななんて思っております。それでは聴いていただきましょう。ミシガンエレファントさんでキラービーチ。はい、ただいま聴いていただきましたのはミシガンエレファントさんでキラービーチでした。このね曲はね名盤ディアブルーズに入っているんですよね。もうね何度も何度も聴きましたし、歌詞カードもね出し入れしすぎて、あのね CD のねあの入っているプラスチックのケースがですね歌詞カードで擦れて真っ白になっちゃったぐらいめちゃくちゃ聴いた作品ですね。今ももちろん聴いておりますが、大好きな作品の中の一曲でした。ということで、次のね曲も紹介していこうかなと思います。次の曲はですねゆらゆら帝国さんの楽曲で待ち人という曲なんですね。でこの曲もね実を言いますと、あのねそのライブハウスのリハーサルでですね、公開リハーサルで何か歌わないといけないという時に準備した曲のうちの一つがこのゆらゆら帝国さんの待ち人という曲を歌ったんですね。でさらに言いますと、あの真昼間の独り言の第1回放送でもこの曲流しているんですよね。多分全く今と同じ順番になってると思うんですよね。キラービーチからの待ち人っていう順番で流したような気がするんです。ね、当時はね2時間の番組で、1回の放送で10曲ぐらい流してたのかなとか思うんですけども、まあ、そういうね中でね、キラービーチと、このねこれから流す待ち人を流させていただきました。それでですね、そのゆらゆら帝国さんもですね、あの、まあ、アルバムによってちょっとね、色が違ったりとかするんですけども、僕はね、このね、あのゆらゆら帝国3と言えばいいんですかね、そのね、アルバムを手にしてですね、いや、めちゃくちゃかっこいいなって思ったんですよね。うん。やっぱりね、彼らしか出せない、アルバム、彼らしか出せない音があるんだなっていうのをめちゃくちゃ感じましたね。それからですね、ゆらゆら帝国さんの音楽もね、いろいろ追ってたりもするんですけども、ただこうやってね、弾き語りで歌うとかなると、やっぱこの待ち人っていう曲はね、一番僕の中でしっくりね、来たんですよね。なので、歌わせてもらったんです。で、ちなみに言うと、おそらくなんですけども、あの、僕の歌ってみた動画の一番最初は、きっとですね、先ほど流しましたキラービーチで2番目にアップしたのがこの待ち人なんですよね。なのでね、ワンツーフィニッシュならぬね、ツースリーフィニッシュだったわけですね。まあという感じでちょっとね、聞いていただこうかなと思います。次の曲はゆらゆら帝国さんで待ち人。はい、ただいま聞いていただきましたのはゆらゆら帝国さんで待ち人でした。かっこいいですよね。このね、終わり方もね、本当にね、なんか後を引くというかね、なんかもう一回聴きたくなっちゃうな、みたいな感じがして、僕は大好きなんです。超名曲。そんなゆらゆら帝国さんの曲でした。ということでですね、2020年歌ってみたのね、まあ、勝手にランキングみたいな感じでね、たくさん見ていただいた動画をね、頭からね、ちょっといろいろ紹介していたわけなんですが、X のね、投稿とかでもね、一番再生数が多かったものと、あえてちょっと隠して告知をしていたかななんて思うんですよね。それでですね、一番最後の曲を言う前に、ちょっとね、面白いデータがあったのですが、
この歌ってみた企画というのは2020年の5月のゴールデンウィークぐらいからね始めた企画なんですね。もう本当に勝手に個人でやってひとまずね1年やってみた企画になっているのですが、なんと2020年に関しましては、5月までにアップロードされた楽曲が一番多く再生されていたんですよね。まあそれもそうですよね。もちろんね12月にアップされた曲と5月にアップされた曲だったら絶対5月にアップされた曲の方がたくさん流れるわけですもんね。なので、ちょっとね集計方法良くなかったなっていうのはね結構ね思っておりますですが、この曲はね、たくさんね聴いていただいて、僕もね個人的に好きな感じだったので流していこうかなと思います。そのね2020年一番ねアクセスしていただいた曲は何かっていうと、そうあのアニメソングクレヨンしんちゃんの曲ですね。オラは人気者、これが一番アクセスしていただいていたんですよね。2020年はなんですが、なのでね、その曲を、ちょっとねファニーな感じで楽しい感じで聴いて、2024年ね2月のこの企画月間企画をね終了していこうかなと思います。いや僕もですねまさかこの企画をやろうと考えてですね、まさかねオラは人気者がね一番最後に流すと思っておりませんでしたね。でもね集計結果を見てちょっとニヤニヤしながら、集計した記憶がありますのでね、ぜひとも皆さん楽しんで聴いていただけたらいいかなと思います。アーティスト名はもちろん野原慎之介さんで、タイトルコールしていこうかなと思います。それでは聴いてください。次の曲は野原慎之介さんでオラは人気者。はい、ただいま聴いていただきましたのは野原慎之介さんでオラは人気者でした。とんでもなく楽しい曲ですよね。この曲ねバンドアレンジとかでねやったらすごい楽しい曲なんだろうななんて思いながらずっとねいつか歌いたいななんて思っていたんですよ。でただですねアニメソング何歌いますかって言われた時にちびまる子ちゃんの、ね、踊るポンポコリンか、ね、それをねよく歌わせていただいたんですね。例えば小学校とかでもね歌わせていただく機会って、ね、あったりするのですが、まあ、その時にね歌っていて、まあ、他にもねカバーしてるアーティストもいるのでね、とてもね、いいのかななんて思って選曲しているんですが、いつかこの曲歌いたいですね。なのでねぜひとも、YouTube の方にもね私のこの弾いてみた動画がありますので、ぜひとも聴いていただけたら嬉しいなと思っております。もちろんね高評価チャンネル登録コメントもしていただけたら嬉しいなと思っております。ということで2月はね2020年のね歌ってみたまとめみたいな形でしたが、まあ、このようなね企画もねちょっと楽しいかななんて思いました。そして来月3月わかりますよね。もうね毎年3月になるととある企画がねやってですね選曲が大変なんですよ。なのでね3月も真っ昼間の独り言を聞いていただけたら嬉しいななんて思っておりますので、来週の3月以降もよろしくお願いいたします。ということでこちら真っ昼間の独り言、番組パーソナリティは埼玉県川越市を中心に各地で音楽活動していますサニークラッカーというバンドのボーカリストミドルが担当しておりました。また来週も私の独り言に付き合っていただけたら嬉しいです。ということで、また来週、真っ昼間の独り言でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。はい、ここからは消えていく独り言のコーナーとなっております。番組がどのタイミングで消えてしまうか、それもね、エンターテインメントの一つとして、消えていく様子を楽しんでいってほしいなと思います。ということで、私ですね、アプリゲームというものをですね、まあ、1個、2個、3個やっているんですね。そのうちの1個をね、ちょっとお話ししようかなと思うのですが、僕、ポケモンが好きなんですよ。で、ポケモンスリープというものがありましてですね、このアプリがすごいんですよ。睡眠をですね、どういう睡眠なのかを、チェックできるんですよね。うとうと型なのか、ぐっすり型なのかとか、これ結構すごい開発だと思うんですけどもね。なのでぜひともね、ポケモンスリープというものをね、ぜひとも検索してみてくださいね。という感じで、今週も終わりにしようかなと思っております。また来週会いましょう。さよなら。バイバーイ。